魔法ワールドファンタスティック・ビーストシリーズ。ファンタスティック・ビーストは、J.K. ローリング原作の映画、ハリー・ポッターシリーズのスピンオフであり、魔法ワールドの映画シリーズ。ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅、ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生が公開されており、前後作が制作予定である。ハリー・ポッターシリーズの舞台である。 ホグワーツ魔法魔術学校の指定教科書で魔法生物飼育学の授業に使われる幻の動物とその生息地の著者として設定されているニュートスキャマンダーを主役に据えている2013年9月にハリー・ポッターシリーズの新作として映画化が発表された当初は三部作とされていたが2016年10月にローリングはこのシリーズが5本の映画から構成される ことになると述べた。ハリー・ポッターとケンチャの石の70年前を舞台に、ホグワーツ魔法魔術学校指定教科書、幻の動物と、その生息地の著者であるニュート・スキャマンダーを主人公に据えたスピンオフ作品である。各作品ごとに異なる都市が舞台となる。エディ・レッド・メインとキャサリン・ウォーター・ストーン。ありがとうございます。